皆さんこんにちは。もりありです。<noise> はあ、素敵に花粉うー <laughs> と花粉症あるあるを剥がしていきたいと思います。皆さん、花粉症ですか？花粉症になったことあります。でもね、本当にね。もう私の line live とかキャストとかまあ、生放送とか見てくれてるとわかると思うんですけども、鼻水だらだらの時があるわけですよ。でまあ、今もまあタイムリーに結構ダラダラしてるんですけど、もうね。まずは喉。 鼻と喉ってつながってるからさもうねこのわかるこの喋っても喋り足りない感じい,いくいく喋るごとに鼻水と喉が連動するんですよねでああもうやだと思いながらもで今まあ最高潮な熱に達してて38度あるんでございますよ私がですねはいということでまあ花粉症の人にしかわからないあるあるっていうことをですね私が何個かこう まとめてみたので、あるあると思ったらグッドボタンよろしくお願いします。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。えアールちゃん大丈夫？大丈夫です。え花粉症？あそうなんですよ。花粉症で結構きつくて。あそうなんだ。もう中だからマスク外せば。すみません中。えに鼻になんか突っ込んでない？えそんな感じ。なめっちゃ辛そうじゃん。大丈夫？鼻か大丈夫？本当に。 かんで,噛んであいったええー、痛くないめっちゃ痛かったんだけど今びっくりしたあすごいふわ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 やっぱ高いだけあるふわふわやん、うん、鼻がマジでやばい鼻やりたいことある 花はごめんなさい大事に使います。汚れ。うんうん、もうあんた入ってきた瞬間すごいかゆいの。もう払って。もう払って。花粉すごいから。かゆい,い,い,い。あんたのせいだよ。かゆい。いもう,払ってうじゃん。もうやだ<今>本当に。はいいかがでしたでしょうか。もう本当にね花粉症辛いんですよ。本当に辛いんですよ。で。 あの花粉症軽い人からほんと重い人まで私多分結構重い方なんですけどもうね本当に辛い一応花粉の時期って春ってイメージあると思うんですけどあのね夏過ぎた辺たりからもまた花粉がいろんな花粉の種類があるので私はスギ花粉もそうなんですけどあのお花の方 ああのユリとかまあそういういななんだっけなすごいねお肌に反応しちゃうんですよねなので年がら年中花粉症な感じですねアレルギー体質なのでもうねとりあえずだからいつもマスクをしてるんですよもう本当に全てがアレルギーな感じということで花粉あるあるでした皆さんあるあると思ったらまたしつこいですけどグッドボタンよろしくお願いしますそして俺なったことねえよ花粉症なってって思う方はバッと よろししくお願い,いたしますバットをうながしたのは初めてだけれどもでもでも花粉症になったらわかるからってか急になるからみんな本当に急になった子見てなんかお前の気持ちわかったわって言われたことあるんで本当にマジで花粉症には気をつけた方がいいと思いますなので手洗いうがいをしっかりしてもう目をごめんでも洗うなりなんなりしてはい対策をしてみてくださいはいということで盛り上げでございましたちなみに ほらね、ごめんなさい。今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはこちらに出しておきます。そして過去の動画はこれに出しておきます。本当に鼻詰めて喋ってっからね、最初からもうね。ダラダラなんですよ、本当に。はい。ということで、皆さん、花粉症には十分お気をつけください。これからもよろしくお願いいたします。森織でした。バイバイ。